えっと今ご紹介いただきました岩手県の岩泉から来ました今村と申しますえま,あまずあのワイスワイス創業20周年本当におめでとうございます心からお祝い申し上げますまたあの数ある地域の中からですね今回岩泉町を選んでいただいて本当に嬉しく思いますありがとうございますえまあ先ほどもお話ありましたけれどもえと去年の11月に えと岩泉町、まあ取り組みを、ある取り組みをしててこれからお話しますけどもそこにあのゲスト講師として社長にお越しいただいていろいろと取り組みのことからお話しいただいて、まあ、地域のです、ね、いろんなプレイヤーの方がいらっしゃるんですけどもなかなか変わらない意識をです、ね、変えていけないかなとそこにまあ佐藤社長のお力添えをいただこうということで、まあ、お越しいただいたんですけども今日はまあその。 ごんをですね少しでも返せればいいなと思って参加させていただきました。えー、皆さんどうぞよろしくお願いします。えー、それではですね。あ、すみません。<laughs> すみません。何回も拍手もらって申し訳ないです。<laughs> えっとそれであのまあ話しする前にですね。えー、っと皆さんまあテレビ報道等でもう しっかりご存知かと思うんですけれども、8月30日に発災いたしました台風10号の被害の状況についてですね、少しお時間いただきましたので、皆さんにご報告したいと思います。えー、と自動で再生するようにしてますので、ちょっとあんまりしゃべりませんけれども、まあ、あのこれ、当時の高レーダーです。あのちょっとほど信じらられないぐらいぐ えっと降りました。でしかもですね、非常に短時間で。えー、降ったわけなんですけども。まあ一時間雨量も三時間雨量もですね、過去最高を記録する。というような事態になってしまいまして。えー、まあ三日間で二百五十ミリ弱。えー、降ることになりました。まあ岩泉町はですね、年間の降雨量が大い一千。ええー、一千ミリちょっとぐらい。 しか降らないので、まあ、そういったことを考えると非常に多くの雨が降ったんだなということがわかると思います。で、こちらの写真なんかはもう本当にその3.11の津波災害をですね、えー、思い起こすような。そんなえ被害の状況となっております。で、この街中なんですけどもまあ、道路が本当に冠水して。えー とまあ、河川沿いに立ってた流木がですね見事に流されてしまいまして多くの被害に結びついていますで。ここもですねあの田んぼなんですけどもみんな冠水してみんなダメになってしまいましたし、えー、道路沿いという道路沿いがもうやられてしまいましてでえっ、ー、とま言わずにはあの川沿いに集落があります。で当然ま川沿いにインフラがあるのでまあ、電柱という電柱もみんななぎ倒されて、えー、上下水道 も、えー、同じように被害をましたこれはあの岩泉町役場の出先で悪化地区にある支所なんですけども、まあ、1メートルぐらいの浸水でこれはあの、えー、岩泉町が誇る流線道なんですけども、えー、堂々とです、ね、入り口から水が出てくるとでこちらの写真も、ねえー、3.11でお世話になった、えー、自衛隊の方にお越しいただくということになってしまいました。 で多くのボランティアの方に来ていただきました、えー、こちらはですね、盛岡の高校生ですであの、被災された方なんですけども、本当にいいあので来てくれてありがとうって、それまではすっごいこう暗い顔だったんですけどもあ、こちらはですね、すみません、早いですね、あの <laughs> ニテレベレーザーの,あの岩清水選手さんにも、えー、来ていただいてまして、先ほどの,あの岩泉乳業の、えー、被災状況でした。えー、時間がないので、ちょっと早くしております。<laughs> 非常に多くの被害で、まあ、ちょっとピンとこないんですけども、えー、と大きな被害、林業では今、10億ぐらいだろうというふうに見積もっております。これらが一気にです、ね、財政負担となってのしかかることになりました、えー、と町ではです、ね、今、そういったところも、えー、とまあ課長たち、幹部職員が頭を悩ませております。 で岩泉町広い広いって言ってどれぐらい広いのかっていうのをちょっと視覚的に分かっていただきたくてこんなものを用意しましたけれども、まあ、広いです、<laughs> で今回はまあ岩泉全体がですね大きな被害を受けたとで道路もですね道路インフラも先ほどの地図見ていただいて分かるようにあ、まあ、あのもうメインになるのは決まってましてですねこんなのしかなくてですねでそこはみんな途切れてしまったので普段なら20分で着く距離がですね4時間になってしまうと。 1>, 1回町を出てですねぐるっと回って帰ってこなきゃいけないというような状況でしばらく支援物資の運搬もですねままならないそんな状況が半月1ヶ月と続きましてこれもあのまだまだ仮設の仮設と応急仮設の状況これはまだまだ手つかずそんなような状況が続いております非常に駆け足でしたけれども ままだまだボランティアの要請もです、ねえー、と家から泥が出したいというような要望が2ヶ月経った今もまだありますでそれはです、ねえー、と先ほどの地図を見てい,ていただいて分かるとおり岩泉町というのは本当に山の中です、えー、昔はチベットなんていううに言われた時期もありましたけども日本のチベットというような言い方ですね、えー、と放射線状にと言いますか、えーとまあ、あの東京にある環状線みたいなものはないので、えー 行った先はまあそのまま隣の町に行くかというようなそういうふうな道路整備になっておりますのでなかなかこう、えー、っと思うように動けなかった時期がありました、はい、それでは、えー、っとここからはですねきょ、えー、のテーマに沿った形でお話をさせていただきたいと思います環境とフェアウッドというキーワードが出てきておりますが岩泉町では FSC ・心理認証制度を、えーまあ、生かした、ですね、まあ、生かしきれてないんですけれども、えー、森づくりに取り組んでおりますので、えー、そちらの方を皆さんにお話しして、えー、少しでも、一つでもですね共感していただけるような、えー、ことを感じていただければなというふうに思っております。であの まあ、広い面積、えー、992平方キロ、えー、ピンとこないんですけども、えー、と非常に大きいです。でそのうちの93%が森林で、その内訳を見ますと、えー、人工林が33%しかありません。でこれはの全国平均よりも低いです。でまあ、その人工林の、えー、低さは、今言い返せば天然林、えー、二次林が多いよということになります。ままたその人の人工林内訳を見ましてもですね えっと半分以上が赤松っていう非常にこう変わったえっと特徴を持っております。でこれが赤松です。えこれはですねえっとおそらく権有林だと思うんですけどもえこれ下ですねあのわさびなんですねわさびのハタわさびって言うんですけども練りわさびに加工されるわさび。 をまあ臨床を使ってやっております、えー、と大体はこの唐松林の臨床を使ってわさび作るんですけども唐、えー、松の紅葉はとっても綺麗です、えー、岩泉町はだんだんもう紅葉が始まっておりますが今年はあんまりちょっと綺麗じゃないのかなと思ってますで杉はあんまりないですでやっぱり杉花粉で嫌われててもう早く切ってしまえっていう <laughs> よく言われてますそして豊かな紅葉樹がありますここにいろいろとずらーっとこう並べておりますけども、まあ、こういった多くの紅葉樹がありますとてもわくわくします でえー、と岩手県にはですね、えー、とちょっと全国的にも珍しい、えー、その内陸型のです、ね、立地をしている製材工場が北上市というところにありまして岩泉町にはそのチップ工場がありますで、まあ、そのチップ工場があるためにですね、えー、と古くからこういった形で,ですね広、えー、葉樹が集められて、まあ、製紙用のチップに利用されてきておりました。まあ、そうですね、えーと えと岩泉町の林業を支えている方々を少し紹介させていただきたいと思います。こちらはですね、西間林業さんといって、現代林業とか、あとは林業知新知識とか、えー、と道具と技でしたか、そういったところにですね、えー、と何回か出てい,ただい出てらっしゃる、非常にこう素晴らしいプロ集団の方々で、えー、とこちらが岩泉町の森林組合の皆さんです。林業女子が 2人人人中2人助手率とい,いうか事務,事務職員5人しかいないんですけどそしてこちらがですね、えー、と素材生産をやってらっしゃる金末運送さんというところなんですけども、えー、と皆さんこのダンプ何かわかりますか 非常にこう昭和の匂いがしますけれどもこちらはボンレッドトラックといいまして、まあ、我々の地域ではテイダブテーダブといって、まあ、そういう愛称で非常にこう親しまれつつもまだまだ現役でやっております、えー、っと岩泉地域以外ではもうほとんど見かけることがなくてですね、えー、っと近いうちこれはレッドデータブックに載るんじゃないかと思っているのでぜひこれで町おこしをしたいなというようなこともちょっと妄想しております。 で町内にはです、ね、先ほど紹介したチップ工場のほかに製材所が3社そして広葉樹を専門とする修正材工場が1社そして軸組在来工法で家を建てる工務店が複数そういった木材に関わる方々がまだまだいていただいておりますこのように広大な面あの森林を有する岩泉町なんですけれども、まあ、人口減少 そして原木価格の低迷、まこれは全国的に言われていることなんですけども、またあるいはその木材需要の変化、先ほどもその公務店、ま住宅での木の使われ方が変わってきたというお話もありましたが、そういったことによってですね、地域林業っていうのは地盤沈下の一途を辿ってきたわけです。で、そんな状況を何とか打破して、地域の文化であり誇りである林業を何とか元気にしたいっていう思いからですね、岩泉町では。 官民一体となった国際的な森林認証である FS 森林認証を生かした林業振興へのチャレンジを始めました、えー、と平成15年に取得をいたしましたで、えー、とまあ官民一体と言いましたけども、えー、とそれはですね、えー、と民間の山も入ったグループ認証を取得したということなんですけども、えー、とまあ地域で森林 地域の森林で,です、ね、この国際的な認証を取得するということは人と地域そして素材の適切なサイクルを取り戻すということでもあると考えたためです。で、えー、まあグループの内容はこんな形になってまして当初はですね鳥、えー、油林と大川財産区域、まあ、これも鳥で管理している山なんですがそれと、えー、吉本さん の社のこの3社だけでスタートしましたが徐々に徐々に増えていきまして今6300ヘクタールのグループ林となっておりますがまだまだ岩泉町全体の面積からすると10%程度でしかありません非常にまあマニアックなものであることには変わりないですで広葉樹出身これはあのさっきのデータとほぼほぼ同じなんですけどもこんなな状況でなっておりました で心理認証を取得してからですねすでにもう10年が過ぎて13年目を迎えているんですけれどもその間何やってきたかというと,、まあえー、とこんなことしかできてないっていう感じなんですけども、まあ、フォーラムをやったり、えー、と木材料コンテストをやったりですねあとはなんとか消費出口 にこう働きかけたいということで木炭生産者の協力を得てですね COC の認証グループを取得して、まあ、日本初の木炭 FSC 木炭なんて言ったんですけどなかなかこれもうまくいってないですであとは、まあ、これは補助事業なんですけども新林認証を取得した所有者さんに限定してですね作業道の開設補助 をやって集約化と面積の拡大を図ろうということを平成20年にちょっと画策してですねやってみたんですけどこれまたなかなかうまくいってないんですねでまあこのような取り組みを進めることでですねえとまあ一番最初に願ったのはやっぱり原木価格にそれがこう反映されるということだったんですねでまあそんなうまい話はなくてですねえとそういったかその効果が 現れないままずっと過ごしてきたわけなんですけどもただ別な視点で考えるとですね間接的な効果と言っていいんでしょうかこれはですね平成17年に始まったんですけども環境 NPO であるオフィス町内会さんからお声をかけていただいてその間伐材を何とか利用できないかという取り組みが始まりました森の町内会事業というものなんですけどもこういったです、ね、紙を媒体とした新たなコミュニケーションによる 間接的な森りへの支援が始まりましたこれも数ある自治体その森林を持っている地域の中からですねなぜその岩泉町なんだといった時はやはりその森林認証を取ってたからということが大きな要因だったのかなと思っておりますそして2年後平成19年に三菱 UFJ 国際投信様から支援をいただくという形で企業の森という事業が始まりました これはですね、企業と地域が共同して森づくりをしていくというそういった取り組みなんですけども、まあ、あの三菱紙さんに、まあ、中を取り持っていただくような形になったんですが、まあ、岩住町の林をです、ね、提供してそこに、まあ、森づくりにかかる経費を支援していただくと。 そして職員研修に利用していただくというそういうふうな取り組みです。で毎年ですね三菱 UFJ さんの方からはです、ね、新入社員の方が20名程度、まあ、社長、副社長も含めてですね毎年来ていただいてであと岩泉の中学校にですね出前講座をしていただくとか非常にこう。 幅広い活動に膨らんできておりましたが今年はです、ね、9月の3日、4日に予定していたんですけれども台風で残念ながらできてできなくなってしまいましたで、まあ、こういった間接的な効果は現れ始めたんですけれどもでもやっぱり当初思い描いたその価格面での効果であったりとかあるいはその地域に適切なサイクルを取り戻すというミッションについては達成するには至っておりません。でそこでですね えと改めて現状と課題について見直しをしてみたのがこちらですで川上川中川下というそれぞれのカテゴリーの中で今どういうふうな状況になるのかっていうのをもう一度、えー、振り返ることといたしましたで、まあ、全てについてこう共通する課題がありながらそれぞれ個別に抱える問題があるとで、まあ、こういった背景をですねしっかり踏まえながらえー、っと じゃあ岩のの強みってのは何,だろうと何ができるんだろうということを考えましたそうするとやっぱり雇用樹だろうとでその雇用樹はチップにしか使われてなかったで、まあ、チップ工場はですね非常にその素晴らしい方がいてしっかりこういいものは、えー、といいっい ということで全部チップにするんじゃなくて原木市場の方に渡したらあとは地域の中で家具作りをする方もいらっしゃったのでそういったところに提供するという取り組みカスケード利用のような形をですねしっかり取り組んでいただいておりましたでこのちょっと広葉樹について少し触れてみたいと思いますがこの辺りは皆さんご存知の方も多いのかなと思いますがなかなか広葉樹を外から 取り入れるのが難しくなってきたので、国内へのニーズは高まってきているよねというところで、まあ、どういったものがあるのかなということで、ちょっとここはあの目を休めていただきたいなと思って <laughs> 準備しました <laughs>。このブナはやっぱりいいですよね、見てて。で、針切り、まあえっと、我々は千の木と言ったりしますけども、非常にきれいな木目です。これ、土地の木ですね。で、己かんば。 我々アンツァーっていうんですけども斧も折れちゃうくらい硬いよっていう感じですね。で桜があったり欅があったり鬼ぐるみがあったりこの鬼ぐるみも先ほどもあのえっ、ー、と沖次長さんの方からお話ありましたけども。あの 美味しいでですすよねあの私も大好きですただ長男がちょっとくるみアレルギーでなかなか家でと食べる気はないんですけど、まあ、食べなきゃ食べないでいいんですけど、まあ、サワーぐるみがあってがあって、でが、まあってこれは17種類の木をですね岩泉町の代表的な木ということで改めて整理してそしてイラスト化してこれはシンボルマークとして仕上げたものですが、まあ、こういった取り組みを始め,始めました。そしてえ 地域木材流通拠点という構想に行き着くわけなんですけども岩泉町が林業の町としてこの豊富な森林資源の持つ価値をどうやったらもっと高めていくことができるのかそういったことをですねずっと長い間私考えてきました、えー、っと長い時間かけて育った木が何でこんな安いのかなで私はですねあのまあプロフィールにはないんですけどもえー、っと 林学を学をんでででるわけではなくてですね実はあの土木工学を大学では学んで一度民間の企業に入りまして土とコンクリートにまみれる生活を5年ぐらい送った後に役場に入ってきたんですけどもそれで林業はそんなに詳しいわけではないんですけども、まあ、関わりを持つ中でそして岩泉の生活を通じてですね強く感じるようになったこの疑,念疑問をですね、えー、ずっとこう考えててたどり着いたのが えっとまあ、間違ってるかもしれませんこれはあくまでも個人的な考えなんですけども、えー、っと地域に価格,価格決定権がないから地域はの林業ってうまくいってないんじゃないかというふうに、えー、思うようになりましたでそれこの原因がもしかしたらなくなれば、えー、っとどうなるんだろうでもっともっと広く考えてみて一次産業農業とか畜産とかも含めて考えるとやっぱり 大量生産、大量消費型のマーケットにおいてはです、ね、なかなか地域でその決定権、あるいは交渉権というのを持ちえない、非常に難しいよねということで、そういった地域の生産活動における主体性がです、ね、どんどんこう切り離されていったんじゃないかというふうに感じました、そしてそれを取り戻すことができれば、当初思い描いた人と地域と素材、資源ですね、の適切なサイクルがうまく回っていくんじゃないかと。 いうことで、えー、と出てきたのがたどり着いたのがこの地域木材流通拠点構想になるわけなんですけども、まあ、これについてちょっとお話ししたいと思います。えー、と地域木材流通拠点構想これはですね FSC、えー、と広葉樹これを掛け合わせることで、えー、自ら新たなマーケットを創造するという非常に、えー まあ大きな風呂敷ですけども、えー、っとこの構想が目指すビジョンというのは新たな木材流通を地域に創造し森林資源の価値の最大化を図るということですそしてもう一つあります FSC 森林認証林を拡大することで世界基準に基づく森林管理によって持続可能な多様性と生産性の高い森づくりを地域一体となって目指すということです で地域の木材産業に主体性を持たせ多様な森林資源の価値の最大化と生産性の向上を目指すためにこの地域木材流通拠点を整備したらどうかというのが私の考えの中心にありますでこの拠点はです、ね、木材流通拠点とは言いながらも森林資源全体の総合商社のような形をイメージしております。 で岩泉町の強みである FSC と広葉樹資源を生かしてです、ね、付加価値の高い商品を新しい流通で売ることここに木材価格がしっかり反映されていくそういう仕組みができることでその結果また FSC と広葉樹の森づくれとつながっていけばいいなとそしてこの流通拠点はです、ね、単なる原木や商品の 物流としての拠点ではなくてです、ね、だけではなくて川上と川下をつなぐ情報であったりとか人だったりとかそういったものの流通拠点としても機能,する機能させていきたいというふうに考えていますそうしていうことで,です、ねまあ、連携の体制を取ったりです、ねまあ、定住化とか人材確保に向けた取り組みに進んでいくんじゃないかと。 えーまあ、当然、これはあの地域木材流域通拠点というものを単に整備すればできるというそんな単純なものではないのはその通りです。いろんな方がです、ね、ここにしっかりこう参画していくことが大事です、それは行政もしっかり、森林組合もしっかり、そして地域の製材所や所在生産業者などの民間の事業体がしっかり入っていく。それはつまりですね、えーっと 地域でチームを作るるととということにななのかなと思ってますそしてその地域のチームの核を作るっていうのがこの私が提案する地域木材流通拠点っていうものになるそして地域もい木材流通拠点を整備すると何が起こるのか地域に何が起こって何が期待されるのかっていうのをちょっとこちらの方にまとめてみました。 まあ、この絵に描いた餅のようにうまくい,くといけばいいんですけれども、まあ、いずれにしても、ですねやっぱり大事になってくるのは、川上川氏の連携というところだと、私は思ってます。で、それが引いては地域全体の付加価値を上げていく、つまり岩泉町が台風で有名になるんじゃなくて、ですねしっかりこう、なんでしょうね、一次産業、木材産業で有名になっていくと。 いうところがまあ最終的には我々が一番欲しいこの付加価値欲しいって言ったらちょっとあんまり露骨ですけど、そういうところに繋がっていくんじゃないかというふうに思ってます。時間は大丈夫でしょうか。えー、それでえー、っとで、まあこの取り組みを進めていくにあたってですね、いろんな人の協力を得ました。まず最初に考えたのはやっぱり行政だけではできないということで、こうコンサルティングを受けることにしました。 でまあ、えー、と大阪の、えー、と古川地域の総合研究所、えー、古川地域の総合研究所というところにお願いをいたしまして、えー、と岩泉の明日の林業を作る会というものを立ち上げましたこれは当初ですね岩泉の明日の林業を語る会だったんですけどもそれを作る会 に、えー、置き換えまして勉強会ベースで、えー、スタートいたしました。えー、この作る会にはですね写真を見ていただいて、えー、あんまあわかんないですねあの、えー、っといろんな方が、えー、参画してくださってます。それこそ木をあの素材生産をする方あるいは死に、えー、所有者の方。 でまあ、製材所、えーまあ、そういった方々、たくさんの方々にお集まりいただいておりますし、えーまあ、たまになんですけども岩手大学あるいは岩手県立大学の学生もですねワークショップに参加するということもありました、えー、現在はですね勉強会としての開催をしてきたものなんですけども岩泉町長を会長に置いた会員制の組織へと移行しております,、えーですね、はいでどんどんきます。 でこの作る会の中ではですね勉強会、研修会を通じて、まあ、先進事例をもらうと先ほども言いましたけどの、まあ、こちらの佐藤社長さんですけどもやっぱりその地域の中だけであと大庭さんもおっしゃってましたけども長年そこに携わってきた方ってのはやっっぱりちょっと,、えー、と専門性には長けてるんですけどもやっぱり柔軟性に欠けると言いますか新しいものに対して少しこうバリア張っちゃうと言いますかですねそういったこう概念をこう 少しでも外せないかなと思ってですねいろんな方に来ていただいてました。えー、こちらはですねすごい嬉しいことを言ってくださったんですよね。岩泉がやらなきゃ誰が FSC 広げていくんだって言ってくださいました。g r e マムの谷さんなんですけども今日も来ていただいておりましたすすごごいいいいありがととうううざまころんな方々と接点を持ち始めた。 えー、ばかりですなのでまだ具体的なアクションというのはまだまだこれからなんですけども、まあ、その下準備ということで、えー、ビジョンを作りましょうこれもみんなで考えましたで、えー、その結果ですね、えー、と岩泉町森づくりあ岩泉の森づくり、えー、100年方程式というものが出来上がりました、えー、とこちらのコンセプトブックなんですけども、えー、と皆さんお手元にあるでしょうか、えー、こちらに、えー、と詳細がありますので、えー、ご覧いただければなと思いますで、えー とまあ、一次産業と言っていいんでしょうかね、まあ、情報発信、えー、めちゃくちゃ下手なんですよね、で特に地域は下手くそで、えー、行政も下手なんですけど、やっぱりちゃんとしっかりしなきゃいけないとで、そのためにやっぱみんなでこう統一感を持つ、あるいはその情報共有していくということを確かめ合うためにもです、ねえー、シンボルマークを作りました。 でこちら、まあ、3つあるんですね当初は1つだけ作る予定だったんですけども全部いいなということで3つにしましたし岩泉町はここにあります通り、えー、と森と水のシンフォニーというキャッチコピーを掲げておりますそのシンフォニー交響曲になぞらえてです、ね、第一楽章、第二楽章、第三楽章というようなことで、えー、岩泉町に関わるアイテムをたくさん盛り込んだシンボルマークを作ることといたしました。こちらがそのコンセプトブックです でやっぱり今の時代、インターネットでしょう、情報でしょうっていう、うデジタルでしょうということで、ウェブサイトもしっかり立ち上げて、フェイスブックでも情報発信をしております、今はカバー写真、頑張ろう、岩泉ということで、ちょっと、えー、こういう写真になってますけれども、えーまあ今日来ていただいた方のいいねが増えればいいなと思ってます。でえー、当然やっぱりあの 小さな役場なので林業担当、私1人とあともう1人ぐらいしかいなくてですね林業水産室って言ってるんで水産業もやってます水産業も1人でやってるんですけどもでまあ有害駆除とかですねまあいろんなことやってます。やっぱ人足りないしやっぱり外の新しい風を吹き込みたいということで外部人材の募集もありましたえ森林コンダクター募集っていうことでやりましたがえこの森林コンダクターこれも先ほどのキャッチコピーになぞらえてですね岩泉町で。 新人のタクトを振ってくれと新人人形の拓棟を振ってくれって集め募集をかけたらですね、えー、本当に来てくれました、えー、誰も来てくれないんじゃないかと思ったんですけども、えー、2人来ていただきました、えー、今日も会場に来て、えー、この資料も作ってくださった、えー、と松永さんそして新人、えー、コンダクター第1号の近江さん、えー、と2人に囲まれて本当に幸せそうな顔をしておりますがえっ、ー、と2人ともなんと 偶然にも、えー、と埼玉の出身ということで、えー、嬉しい限りで、まあ、この2人が来たことで事業は一気に加速していくだろうと、えー、でいろんな取り組みをですね今年4月以降いろいろとツアーの企画であったりとかこういったです、ね、林業を抱える短期的な収穫収入どうするかというようなところです、ね、先ほどもありましたけど漆樹液、えー チップの燻製そして染め物こういったところにもですねしっかりこう地域資源を生かしていけるんじゃないかと、えー、ですねアロマオイルとかですね、えー、と桜のカバーなんかも出ましたけどそういったところも研修に行ったりしておりましたで情報発信の一つとしてポストカードを作ったりもしました FSC× 雇用詞これで岩泉町はしっかりと責任ある森林管理をしながらですね 地域資源をしっっかり使っていくそのために流通拠点を置いて新たなマーケットそしてみらの手元にある流通を持つそしてそのための販路拡大新しいマーケットを作っていくっていうそういう作業をしながらエネルギー利用もしっかりしたカスケート利用もしながらですね取り組んでいきたいなと思っていた先の被害でした。 でえー、実はですね、えー、とハード整備も含めていろいろと協議を重ねてきてたんですけどもこちらの貯誘地なんですけども、えー、11兆か12兆ぐらいある非常に広い貯誘地ここをですね3兆部ぐらい使って地域木材流通拠点、えー、と原木の土場含めてですね作れないかなと考えてたんですけども、えー、と災害がれきのき場に今なっております。し、え、し、ー、しばらくく使えなくなってままいましたで、えー、大規模に 被災した会員の方もいらっしゃいます。今日来ていただいてます。えー、と順毛格さんですね。えー、ともうだいぶちょっとあと片付け済んでしまってんですけども本当にえと大変だったと思います。あの本人がそこにいるんで後で聞いてください。あ <laughs> の大変です。でこちらは東亜木材さんです。製材業をやっていらっしゃる方なんですけども、私の非常に尊敬する社長さんです。えー、と河川沿いに。 なんで河川沿いに作っったんだって言われました。河川沿いしかないんです岩泉町。で、えー、大きな流れでこれ 10m8m10m ぐらいあるんですけども、えー、ここに置いてあったあのマ松がみんな流されたって社長が嘆いてましたけども、まあ、ちょっと工場の方もですね少しこう影響出て非常にこう危険な状態なんですけども,もこんな状態になってます。でまあもう想定してたものがほぼ白紙の状態になってしまったので、まあ、今できることをやっていくしかないよねってことで。えー 地域間コラボをしっかりやっていこうということで今、岡山県の西青倉村と共同開発を進めておりますあとは3ツリーズネットこちらの住田町さん南三陸町さんとですね、FSC やっぱり一つ一つのパイは小さいから地域間連携してパイをある程度つかめないかということでこれはもう南三陸町さんがけ、えー、と引役となっ,てなっております。でまあ止め C さんもここにおそらくコミットしてくることになるんじゃないかなと思っておりますあとは保留中とクロアトさんもずっとお世話になってるんですけどもとこちらと連携した雇用所のフローリングとかですねあとはまワ,ワ,ワイスワイスさんとも今後ですねしっかりと連携を取っていきたいなと 思っております西岩倉さんとはです、ね、人気が出てきています、この床張りタイル、こちらを岩泉の広葉樹を使ってやってきていただけないかということで、今、試験的にサンプル作りを始めたところであります。<laughs> 井上社長さんですね、岩泉にお越しいただいて、ですねこれは天然乾燥している材です。栗の木だったり線の木木だだっったたりり 奈良だったりですねそういったもの、まあ、状況を見ていただいていやずいぶん割れてるねなんて言われながら、まあ、ちょっと我々も初めてだったんで、えー、っといい管理できてないんですけども、まあ、これでなんとかやりましょうということで、えー、やお写真ですでこちらがまあ堀内さんとの、えー、連携になっていく、えー、ところかなとこれは国際的なところにどん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 いくんじゃないかなと思ってますで皆様へのお願いということでもうここはもう恥、えー、もなく直球でいきたいと思います岩泉のの、えー、明日の林業を作る会 の会員募集です、えーまあ、大きな活動としては、まだまだ大きな活動というか、あの小さな活動しかできてないんですけども、3つの柱で活動を考えています、情報発信、勉強会、そして、えー、とこちらですね、新組織、えー、今、ちょっとはっきり言いづらいですけども、そちらのサポートをしていただければなと思っております。でまあ、入会することでのメリットについては、まあ、こういったことがあります。 ポストカードも支さえさかながらプレゼントさせていただきたいなと思っております。で、こういったあのこれちょっとあの結構人気なんです。あのいいねって言われます。えー、とこちらもですね、自由に使っていただいていいですよっていうような、えー、まあそんな使う気があるのかなと思いながらもですね考えておりますのでぜひご記録いただければなと思っております。えー、と一口一万円となっております。えー、一口一万円です。 振り込み先はこちらになっております、えー、といた,だいた会費はですね、えー、と会の中でしっかり運営させていただいて復興商品への開発資金等に使わせていただきたいなと考えておりますでこれがまあ最終的にこう思い描いている、えーとまあ、応援していただくピラミッドなんですけどもサポーターメンバープレイヤーオーナーでこの新会社をですねしっかり皆さんから応援していただきご指導いただければなと いうふうふに考えております明日の恵み、岩泉、FSC 森林認証を生かした森づくり、これは地域が主体性を取り戻す、つまりフェアウッドの精神にもなるだろうし、FSC という第三者性をしっかり保ってです、ね、その透明性のある、しっかりした木材が提供できるというふうに考えておりますので、これらについてです、ね、もう少し頑張っていきたいと思っています。 以上で終わります。どうもありがとうございました。